その人にはっきり言っていいですかそういうやり方でやってきたから浪人したんでしょねほらヒントしてやるのそうだよねつまり今までのやり方でやってきたから駄目だったんだから今までのやり方を改めなさいよねリピーターの人もそうです、ね、今までだって先生に教わってきましたとか顔して見てますがそんなことしたってそのやり方が間違っていたから浮かんなかったんでしょねだから今までのやり方や考え方をちゃんと捨てるっていうね覚悟を決めなさい。いいかいね でまあこれね、特に東大クラスは、ね、強く言っとかなきゃいけないんですけどね、まあ、大体この浪人して東大のクラスなんかにいるやつっていうのはね、まあ、大体中身はないけどプライドは高いってうのが多いんですよ。いや中身がないのはあのこの春証明してきたんですよねものの見事にえでもプライドだけはなぜか高いんですよ。ね、どういうわけかほらなんか進学校と称する学校に行っていたりなんかした経験があるわけですね。でそうするとねいや僕の学校は毎年100人東大に入ってますから言うんですね。でそれがどうかしたんですかねであなたの友達が優秀なのはそれはご道系のいたりですがねでもあなたはただのタコでしょ <laughs> ね、そこんところでまず素直にならなきゃダメだってことですよ。ね。いやこれ反対もあるのねたまにいますよ東大クラスにねなんかやたらコンプレックスの塊のやつがね僕の学校は創立以来70年誰も東大に入っていないですから僕は平気でしょうかそれ何の関係あんだそれ。ねあんたの先輩がどれだけタコだったかってこと,とあんたの能力の間に何の因果関係があるんだ関係ないでしょねっそういうことを全部捨ててたね もうとににかかく一からやり直すつもりになってまあね最初そう何もかも全部素直になれたらい言えないけどさそこまで素直にはなれないだろうけどでも少しでいいから口開けとけとね僕らが情報を突っ込む口を少しでいいから開けといてくれでそういう風にしといてさえくれればえ私らが君らの中に入り込んでえ君らも中から食い荒らしてたね。 <laughs> 君たちの中身を全部打ち壊してそこにまた新しい君たちを作り上げていくことができるんだよだせめてそうしといてくれってことだな、まあ、あの言い方を変えれば、まあ、こういう言い方が全国に通じるかどうか知らないけどねほら日本にもいろんな田舎ありますからねもうとんでもない田舎もありますから、ね、コンピューターなんて聞いたこともない人もいると思いますけど、まあ、一応皆さんをコンピューターに例えるとですね、まあ、言ってみれば君たちはですねあの腐った OS が載っている、ね、怪しい Windows パソコンみたいなもんなんですよ。ね、もうバグとセキュリティホールだらけ使い物になりません <laughs> ね、で君たちはそれになんとかパッチを当ててどうにかしようとしてるんですけどその子に根本的に無理があると OS が腐ってるんですからねい。だからじゃあどうするかっていうと私が君たちに命じるのは、えー、ハードリスクの初期化ですいもうそれも物理フォーマットから切り直すので、えー、パーティションから切り直すんですでも全部最初からまっさらな状態にして、えー、そしてそこにまともに動く OS を乗っけて、えー、そして軽くてサクサク動くアプリケーションを乗っけてねでまともに動くようにして、えー、再出荷すると <laughs> リビルドヒントマイヤー <laughs>、ね、<laughs> っていうわけですからそのつもりになって、えー、ちゃんとやってくださいということですね。はいまあ、一応最初の音楽はそんなところでいいですかね。でそれからだねあの授業の進み方なんですけど一応これレッスン1からレッスン10までありますね、えー。授業が10回あるわけですよ。えー、そうすると君たちはですねあじゃあ1日レッスンが1個ずつ進んでって10回でレッスン10までは。でね、えー、そういうふうにしてやっていくんだろうという思ってるかもしれませんけど、えー、もしそう思ってるっていう人がいるんだったらだから浪人したんでしょそれ。 そんなな人生めた考何しろですねえ皆さんはロックスポ英語は読めないんですね英語のことよく分かってないんですでその人たちにこれから一から英語をきちんと教えていかなくちゃいけないでそういう状態でこれから動こうっていうのにですよ、ね、そんなに最初から、うん、ワンレッスン全部進めるわけないんですよ、ね、でじゃあどうなるかとょっとまあ当然遅れるわけ、ね、さっきも言ったように今日はまるまる一コマ使ってあそれが場合によってはそれ以上使って ね、あの最初の仕込みの授業ってやつをします、えー、これはもうどのクラスでも一緒ですあそういえばあの柏と津田沼で聞いてる人、ねえー、昨日だから月曜にやったのと同じだよ全く同じ授業するわけですが、ねでまあ、そういう仕込みの授業にまず1時間半いやさらにもうちょっと使わせてもらうつもりなので、えー、来週の頭も使ってやるので、えー、そうすると大体それで一コマ丸々遅れるよね。でじゃあその後は1個ずつっていう人いやそうはいかない。多分来週レッスン1に入ったとしても いいとこ10行目ぐらいまで終わりゃおんのりじゃないの最初はそんなもんだよ。でつまり何を言ってるかというと要は遅れるっつってんだよね。うん。でとても遅れます。でそういうふうなペースで、まあ、だん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 ペースは上がってはいくにしてもまあでもやっぱりどうしてもスローになるのでまあ一応目標として設定したいのはレッスン7ね。まあレッスン7まで終わればまあいいかなと。 えいうふうに思ってます。で一応だいたいそのぐらいまでは行く予定なので、まあそのつもりでいてくれと。でまたこういう話すると変なことを言う人は必ずいるんだよね。でやり残しが出るんですかとかね。でえもっとひどいなんですね。もしやり残したところが試験の本番で出たらどうしたらいいんですかっていう人、ねその人にはっきり言っていいですか。大丈夫です。心配しないでね。出ません。はい。<laughs> でこれ言うとね、だって下のロビーのところに的中って書いてある。あああれは的中っていうなの偶然ですね。そう。 的、ね、中なんかするわけないですだったよあた。で考えてごらんなさいよよゼミはね1年間に 3, 本からテキストや模擬試験を作ってんでしょ、ね、その模擬試験とどっかの隅っこの方の一角がですねどっかの入試問題とたまたま偶然ばったり当たるってことはそれは偶然としていくらでもありえることです狙ってやってんじゃないですょ、ね、<laughs> だろうね大体よく見てごらん適中してないでしょね東大模試早稲田に的中って外れてんじゃんそれそれ <laughs> <laughs> 外れてんだよそれは。 <laughs> でで当たっちゃいないんだからさ別に心配することだ大体ですね的中しなきゃできない英語力ってどんな英語力だお前いいお前そんなインチキで中途半端な能力を君たちに与えるつもりは最初から全くないのでそんなバカなことを考えるのはまずやめてくださいいいねまあということですでだからまあ私はレッスン7ぐらいしかやらないのでって言うんですけどそうするとまたですね終わんなかったところの答えをくれとかそういう人生なめたやつが来るんですねそういう考え方してるから浪人しちゃったんじゃないの でなんでそいつ人生舐めてるっていうかって言うと要するにそいつは自分が苦労してないわけだよ何にもしないままただ結果だけ答えだけ欲しいって言うんですよでそんなんダメですよだからそういうふうに言いに来ても私は何もするつもりはないので、えー、あらかじめ宣言しておきますけどただあの間違いないでね例えばあなたがですよもう自分でレッスン A とからレッスンーまで全部やったとねでやってきたとで答えが知りたいと、えー、自分の合ってるかどうか知りたいんだけど見てくれっていうのはこれは話は別です ね、これはまあ別の問題ですから、えー、もちろんその時には、えー、それなりに対応してあげますよだって自分からね何の労力も払わないでただ結果だけよこせっていうそのせこい発想が <laughs> ね結局君たちが沈んでった一つの理由だと思いますから、えー、今年はそんなことはしないようにまあそんなわけでまあただあの一応ね、えー、私も皆さんの顔つき見ながら授業していきますからねまあもしかするとさ君たちがものすごく優秀な可能性が0.03%ぐらいあるじゃない。 いいいやままあ事実上ないと思いますけどねそうだって優勝だったら論理はしないんだからまあい,いや耳も蓋もないですね <laughs> でももしかしたらものすごく出来がいいかもしれないのでその時はですね君たちの顔つきながらやってってねもしかしたらレッスン8に入るかもしれないもし富田がレッスン8ト入ったら喜んでください今年の TL1 は結構富田がよくできると思っていると思ってえ喜んでいただければいいんですねただし言っときますけど喜んでいるのはそこまでですよえもし富田がレッスン9に入るようなことがあったらですね疑ってくださいどうも富田は手を抜いているらしいとね でレッスン点が終わっちゃうようなことがあったら確信しましょうね。このグラスは完全に捨てられたと。やる気がないと飛びたわ。<laughs> だから終わんないっつってんだよ。ね <laughs>。終わんないのは終わんないんだろう、それしょうがない。で、まあ、だからといってですね、じゃあ私の授業が暇かっていうと、そうはいきませんよ。ね。まあ、あのみんなが気がついてるかもしれませんけど、何しろこの早口ですからね。もうひたすらこのペースで話し続けますので。 でだから、えー、授業内容はもうとにかくてんこ盛り盛りだくさんになるはずですで非常に忙しい思いをすると思うので、えー、そのつもりでいってくださいであのそれからだねこうやって早口でし,てしってるので、えー、君らの中には聞き逃す人がいるのねでそうすると悲しいことにってそ隣のやつに「え今何つったの?」って聞いてる人がいますがそれやめた方がいいですよいやそれは何でやめた方がいいっつってるかちょうとあなたのためじゃなくて隣の人のためですねっ ああななたたたが聞き逃ししののはあなたの罪だしでそれであなたが沈むのはあなたの問題だから別にそれでいいんですけど、えー、隣にのにえに「えー、今何つったの?」って言うと隣の人も大抵親切なので「今こう言ったんだよ」って言ってしまうんですね。とそれを言ってる間にも富田は喋ってるのでそこの情報は隣の人も聞き逃すわけですよ。そうやって二人で沈むのねいい死なばともはやめてくださいね。<laughs> 死ぬならこっそり一人で死ぬようにいいですかだから隣の人に「えー、今何つったの?」っていうのは厳禁します。でそれでですすねねまたたこういういいやつもいるんです、ね 授業が終わっっってから、先生、ささきの役をもう一回言ってください。そんななめたこと言いに来ないように私は一度言ったことは二度と言いませんから、えー、授業の中で言った役とか、えー、解説とかそれをもう一回言うことはしません。いいかいかでそうするとじゃあどうすりゃいいんだって人が多分いると思うんですねそこで言っておくのはですね、まあ、あの予備校を慣れしてる人が結構こういうクラスには多いからもうやってる人もいると思うんですけどあの授業をテープに取ること、えー、これはまあ禁止はしません。い それ言うとね、じゃあテープ取ればいいんですねっていう人いやーあの私の言い方をよく聞いてください禁止はしませんっつったんですで正直言うと本当は嫌なんですねでなんでかっていうとね別にあの録音されるのが嫌なんじゃなくて録音してると聞かないやつは必ず出るから嫌なんですよねそうでしょ気持ちの中にはね録音されるとテープに聞かしていて自分は休んでるやつが必ず出るんですで、そういう人ダメなのね勉強っつうのはさこの場で聞かないと聞き逃すっていう緊張感